一緒だ。まえちゃんと一緒だ。どう違うんですか、色は。ちなみに白と青と赤を使い分けて、ヘアカラーワックスっていうので染めてます。あ、なんか似てる。まえさんもね、自分でやってるって言ってましたよ。多分一緒かもしれないですね。おまあいい、やばいよやばいよ声きたよ。DJ するときってやっぱり目立った方が勝ちじゃないですか。うおー、ちょっと似てるよ。そばにね、立ってもなんかいいんじゃない、白、赤、黄色みたいな感じ。髪の色も色とりどりでいい感じ。いいね、いいね。そうか、3年も恋してないのか。じゃあそろそろだね。そうですね、3年はもうなんか今日舞さんが速報です。今日美容室行って暗くしてきた。え、そうなの。そうなの。何何それは。黒黒に暗くしちゃったんだ。せっかくいい色だったんですよ、舞さん。好きだったよ。海でもすごい生えてたよね。何シルバーシルバーの髪の色して、かっこよかった。なんかアーティストっぽくて ね、 ねサロのお兄さんが丸刈りのマーイーって。どこのマーイどこのマーイ誰だよ。丸刈りのマーイーね、はい、ちょっと違うかもしれないね。確かに、はい、おお、急に誰かどうしたうわー、すごいね。なんか新しい効果音がCM の間に頑張りました、ね、すごい。なんかちょっと進化してますね。ます生放送とともに ね、 ね、やっていく、進化していく番組、それがドラゴンアイズです。はい、はい、シュプリームさんが来てます。嫁は山に芝刈りに行ったままだけど、自分は原宿で親父狩りに会いました。ひどい、それひどいね。原宿で親父狩りに会いました。嫁は芝刈りに、ひどい話。自分は親父狩りに会いました。ひどい話だ。いや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 、パラフレーズさん、まさかのここでディスティニーと言いましたね。あ、YouTube の ね、 ね、作品も届け、ぜひ皆さん見てくださいね。うわ、シュール、みんなの投稿がシュールすぎて面白いですね。マイさんが紫がかったやつ、来週には金髪なってるよ、きっと。あ、紫に染めたみたいですよ。おー、色ね、うん、今日美容室に行って、で丸刈りではありません、わらということで。丸刈りだったらやばいもんね。すごいね。野の中の銀のお猿さん、CA のマイって。どこの、どこのマイマイいっぱいいるけど。いっぱいいますよね、絶対。マイって名前さ、いろんな名前、なんだろう、いるよね。いますね。必ず、誰かしら。います、はい。います、DJ キャンさんの周りに、マイって名前も。マイコちゃんとか、マイ。マイ、陸上の、先輩が、マイさんって名前で、ほう、すごいたくましい先輩がいました。おー、やっぱいるんだ、マイって名前。いますね。私もいるな、全然数えるだけでも。いるいる、マイ。いる？マイ、マイ？マイいないかも。あ、いない。まあでもこれで。同級生でいないかも。マイちゃんいっぱいいるね。そうですね。で、メール来てます。はい。はじめまして、メールです。あ、メール送りました。お！ユーストリーム見てるんですが、わっぜ、ムジアネケ。ワッゼムジアネケ。ワッゼムジアネケ。どこの方言かな。もうびっくりですよ。毎週放送聞かなきゃね。じゃあね。お名前、くにちゃんさん。おー、ありがとうございます。ワッゼムジアネケ、ね、あ、はい。ちょっと直ちにこのワッゼムジアネケって何の意味なのか教えてください。くにち、ツイキャスの方でですね。ツイキャスの方で。皆さん、はい。すぐコメント入れていただければ、はい、はい、すぐ速報でこれ。すごい、今日初めましてがいっぱいいますね。くにちゃん、くにちゃんですね。はい、はい、サロのお兄さん、内地にいた時、ヤマンバギャルに道を聞いたら他人だしって言われた。うわー、ヤマンバギャルに。懐かしいですね、ヤマンバギャル。懐かしいですね、他人だし。マジやっぱね。マジ他人だし、知らねえし。そんな感じで言われたんだ。あ、ちょっとショックね。ちょっとショックだね。ヤマンバだからこそ道案内してくれたら好感度上がるのにね。あれじゃないですか、もう。他人だし。え、ガム食べてる。ガム食べてる。くちゃくちゃ聞こえた、今。うまい。ガムうまいですね。ありがとうございます。他人だしって。
はい、そして、まいからです。はい。まいまい呼ばれて、緊張する。わードキドキ。まいまいって呼ばれて緊張しないでよ。ねえ、あ、じゃあ、はい、あ、次。ひふみですさんから。初見です。嘘だー、絶対嘘ですよ。ひふみさん、こういうの乗ってくるからね。ひふみさんもね、有名人ですから。そう。もう、バレてるよ。もうお家までバレてるよ、きっと。そのぐらいの一気で有名人ですね。はい。はい。はい、そして、サウロのお兄さんからです。アフリカ、マイマイ。わーマイマイ呼ばれてるよ。ちょっとアフリカマイマイは。え、沖縄だけですかね。あ、もっといっぱいいるのかな。いや、多分沖縄だけじゃないですか。お、あ、そうそう、県外の方は知らないかもしれないけれども、沖縄にはなぜか大きなカタツムリがいて、 その名前がアフリカマイマイって呼ばれてるんですよ、はい、それでサウロのお兄さん言ってきたんですね、うん、あれ触ったらダメって先生に言われたことがある。まあ、アフリカマイマイに関わらず、まあ、カタツムリは触らない方がいい。そうなんだ。なんかやばそうな、ね、菌いっぱいそうだもんね、うん、でもエスカルゴは美味しかった。食べたのだと思う。あ、食べてない。エスカルゴ美味しいですよ。美味しいですよ。嘘ついちゃった。え、食べたの？ DJ キャンさん食べたんですか？食べたことあります。どんな感じ？いや、もう本当に普通に貝。へぇ貝か。貝っぽい。確かに。だから聞いたところによると、アフリカマイマイももともと食用なので、うん、ちゃんと無菌処理がされてるやつであればすっごい美味しいらしいですよ。へぇ、なんかステーキみたいな感じで肉厚があるんで。すごい、食べてみたいね。なんかお笑い芸人のアンガールズの田中さんが、はい、食べてたらしいです。なんか気持ち悪いで、気持ち悪い同士だね。ごめんね。サウルの兄さんからです。この間道で見たアフリカマイマイバーサスカニ、すごかった。すごい。戦ってたの？すごいですね。映画化しそうじゃない？アフリカマイマイとカニが対決。対決、誰が勝ったんだろう。確かに、何ねえ、教えてください。どっちが勝ったのかは見てたかな、はい、最後までね。間にゴジラとかいるといいですけどね。確かに。そして、大塚健二さんからです。そろそろ外部メンバーのかゆさんが来る頃かな、ということで。あのね、名物リスナーさんがいるんですよ。はいはいはい、その名も、浜崎かゆみさん。浜崎かゆみさん？そう、あの、かの有名な、はい、あの方ですよ。浜崎かゆみさんですよ。はい、そう、ニーナさんがとっても、モノマネ上手。はい。今日来てないね。来てないね。何してるのかね。ライブのリハかな。あ、そうかもしれない。コンサートのライブのリハかもしれないですね。はい、じゃあ皆さん、今日のテーマは恋バナです。わー今日のテーマは恋バナです。わーお。今日はね、ちょっとね、いつもの、ドラゴンアイズの仕様ではないので、そうそうそう、スペシャルバージョンなんですよ。いつもはこんな感じじゃないんだよね。そうそうそう、ちょっとまた違うんですよ、うん。だから今日初めての方は、また来週も見てもらえれば。はい。あ、あ、来ましたよ。名物リスナー、浜崎かゆみさんからです。はい。じゃあ、エコ付きで行く？これ。行っちゃいます？スタジオ側、こんばんは。ツイキャス、ユーストリーム側、こんばんは。かゆです。あ、かゆさん登場しました。すごい！読んだらすぐ来ましたよ。読んだらすぐ来たよ。かゆさん、見てたんだわ、ってね。うわー、楽しいですね。入るタイミングを見計らってたのかもしれない。あ、今日のテーマ、じゃあかゆさん、あれですよ、恋バナなので、ぜひ浜崎かゆみさんの恋バナも聞きたいですね、はい、いいですね、はい、じゃあパラフレーズさん、パラフレーズさんからいきましょう、はいはい、沖縄そば食べてて七味を持ってたら異性の相手にすごいガン見されました。お、さて、その沖縄そばを食べてた人は何と言ったでしょうか。沖縄そば食べてて七味を持ってた異性の相手をにすごいガン見されたんだ、パラフレーズさん、うん、はい、で、その相手から何て言われたかって、七味貸してじゃないの。七味貸し、七味貸してブブー何なの答えは何でしょう。僕に振ります。あ、これ僕難しいですね。難しいですね。はい、はい、答えを後で。あ、来た。今コメント入ってますよ。ツイキャス答え来た。はい。あ、正解は七味イコールカッコ七味るな。あ、うわ。素晴らしい。
まい。なるほどね。ワンダフル。かゆい感じの。かゆいね。ちょっとかゆかったね。ダジャレついてきましたね。じゃあそしてシュプリームさんからです、はい、嫁さんとは会った瞬間に結婚を意識して2ヶ月後には離婚届と婚姻届を役所にもらいに行ったのが懐かしい。こんな出会いってニーナちゃんも金具すくさんもある。金具すくさん、漢字だけで見たら金具すく、金城って書いたら金具すくって呼ばれるかね。あ、金城のことか。うわすごい、2ヶ月で婚姻と離婚届ですか。わお、うわー、これこんな出会いってない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 よ、まずないよないよ。すごいあれですね、激しい恋愛期間があったのが、ね、相当波乱万丈だね。波乱万丈ですね。これすごいな。さすがシュプリームさん。シュプリームさんの奥さんは結構あのいろいろなんかコメントでね、あの登場してくるんですよ。あ、そう、毎回面白い感じで結構あの、はい、女性が強いんだよねこちらの夫婦は。聞いてる限りは。そうそうそう、美人さんらしいですけどね。あ、そうなんですか。シュプリームさんが本人が言ってましたよ。へえ、綺麗な方だと思うけどな。おお、それなのに別れちゃったのってこと。離婚届とか婚姻届とか多分まだ別れてない。別れてないこれ、うん、あ、ちょっと危機がちょっと出てるだけ、はい、あ、そういう話が出てる、奥さんが出てるだけ。はい、サウルのお兄さんが代わりにサウでーす。おお、サウです、来ました。サウルのカユでーすのサウルでーすのね。で、アトウさん、あ、久しぶりですね。お久しぶりです。コメントがうわー、おー、あれですよ、効果音のわーおーですよ。わーこっちだ。はいはい。上手ですね。DJ さん急に上手ですよ。今日のテーマは恋バナです。さあ浜崎神さん、今日のテーマかゆバナ。まあまあそんなもんです。はい。そして大塚健二さんが、ニーナさんのほろ苦い初デートはいつでしたか。これね、前も言ったけど、うん、私は高校生の時にめちゃくちゃ緊張したデートがあって。お、何ですか。行く前にユンケルを飲んだわけ、はい、で栄養剤を何本に 何本か飲んで、うん、それでクラスのメンバーで、じゃあ今日デートだからって言って行ってきますみたいな感じ行ったら、はい、そのユンケルかなんかのせいで鼻血出たの。あー、でしかもその時最悪だったのが、白いワンピースで血だらけですごい目立って小雨が降ってて、緊張して小走りしてすっ転んでお尻も茶色く汚れて、もう帰るって言った。大変。ほろ苦いっていうか、もうどひゃーですよ。めっちゃ苦いじゃないですか。苦い思い出です。おいんって本当に。そんなのある、そんなのある、超覚えてる。だから逆にすごい。シャオロのお兄さん、それを受けてるか何かは分かりませんが、はい、わお、It's wonderful life! と来てます、はい。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。さあ、そして、野の中の銀のホタルさんからです。アフリカマイマイは、今も一部の外国では食べてるみたいよ。そうなの？そうなの？エスカルゴみたいになってるんだね。エスカルゴ的なことだね。さっき教えてくれた感じだ。なるほどね。きっとバタ焼きがいいんでしょうね。バタ焼き、バタ焼き美味しそうですね。つぼ焼きみたいな感じで、はい、はい。そして進撃のめいちゃんさんがメール8通目送りましたという報告来てますね。ちょっとか見てみるね。あ、いっぱい来てる。たくさん来てますね。はい、リクエスト曲もあったかちょっと見てみましょうね。はい、リクエスト曲もこの後1曲おかけしたいと思います。サビぐらいまで。はい。サビぐらいまで。ちょっと時間があっという間だね、今日。はい。あ、メール来てますよ。こんばんは、でござりまする。ドラゴンアイズの前堂さん、金城さん、キャンさん。ラジオネーム、今日も多分おかしな銀のトランボーンです。知り合いの子供のマーイです。写メが来てますよ。すごい。しかもなんか写メも、何かのアーティスト写真みたいな感じでかっこいい。真ん中か、綺麗な感じですね。すごい。すごい。まあいいネタで、結構みんな反応してますね。やっぱ近くにいるんだね、まあいい。で、進撃のめいちゃんさん。今日はレイナさんの天然が炸裂してますね。そうそうそう。いやいやいや。今日は普通ですよ。はい、ということで。はい。後ほどじゃあ、リクエスト曲は、
DJ キャンさん見れますかね、メールに来てるみたいなんですけど、はい、メール、どのメール、ね、進撃のめいちゃんさんから来てるそうです。進撃のめいちゃんさんから、はい、じゃあそれまで探してる間はじゃあ私たち呼んでいきましょう、はい、またメール来てますよ、はい、お願いします。追決いきましょうか、はい、あ、ちょっと待ってくださいよ、はい、九州南部から聞いてますね、ベリーかわいいってことですよ、今日梅雨明けしましたよ、メールテーマちょっとハードル高いな、また来週くにちゃんさんがくにちゃんさんさっきのね、南郷みたいなやつはベリーかわいいって意味だったんだなるほど、わっぜー無事やねけはベリーかわいいって意味なんだって、北九州から聞いてくれてんだ、 ありがとうございますありがとうございます、嬉しいね、嬉しい。そして恋するかっちゃんさんからも来てますよ、はい、にーなちゃん、れいなちゃん、こんばんチーズ、こんばんチーズ、こんばんチーズ、かっちゃんかっちゃん、おい、かっちゃん来ましたよ。そしてサウロのお兄さん、はい、おばあ寝ぷした、わおばあよ、寝ぷしたんだ、かわいいね。確かさ今回おならの交換あったはずちょっと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 すごいな、待ってすぐこんな感じ、ネプニーナさん大変だこれ何種類もあるのでネプしましたね、はい。じゃあ今日のテーマ恋バナ、はい、ひふみさんからの読めましょうか、はい。恋バナ、男はいつも最初の恋人になりたがる、女はいつも最後の愛人になりたがる。おー、おー、なんかいいね、だね、あ、ま、間違えちゃった臭い、効果音違うやつだね、おなら鳴っちゃった、やばい、やばい。あともサウナの兄さんがニーナスワーって言ってるよリクエスト準備できましたよ。あ、じゃあリクエスト曲から先に出ていきましょう、はい。デビッド・ゲッター When the Girls Out、 こちらの特別バージョンをお送りしたいと思います。お、すごい、進撃のまいちゃんさんのリクエスト、一番キラキラしたコメントを一通選んで最後に紹介するんですけど、はい、かゆみさんも来てますよ、かゆみさんも来てる、この曲の後に一回 CM 入れるので、はい、CM 開けてBGM に変えたら僕一回ちょっと入れます、あ、いく感じ、一応53分ぐらいでも終わっちゃいます、ここ大丈夫ですか、はい、大丈夫です、大丈夫、はい。ドラゴンダイヤモンドはこれ、デビッド・ゲッター、ごめん、コメント、あ、今音声入ってます、今、はい、音声入ってます、あ、どれにしようかな、面白いのいっぱいあったね今日、面白いメッセージ、キャンサーのみんな絡んで、そうですね、僕もドタバタでね、ドタバタだったけれども、ね、意外とここはずっとキャンサー、キャンサーやってるから行くに行けないよね、いや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 、もうどれがいいかな、みなさん何が面白いなってんだよな、最初からやつ、ね、ビーチパーティー楽しそうですね、楽しそう、ビーパーあ、分かんなくなっちゃった、あれ見るの、あの親父狩り、これこれ、あ、これ、あ、でも、あ、親父狩りがいいかな、ね、これ、あ、でも親父狩りじゃない方がいいかもしれない、おばあネタもいいね、うん、ちょっとね、迷うな、一度 CM 行きましょう、はい、すごい、ちゃんどこから読んでないっけ、もうちょっと下じゃん女の交換もみんな食いついてくるね、あ、こっちだ、こっちからです、こっちから行こう、あ、マイク大丈夫ですか、これは、あ、はい、あ、これね、まだ読んでない、開いてないですね、
これから行こう。いいっすね。はい。じゃあエンディング達也くんのやつ。あれはどんなつ流してるんです？エンディングじゃあ52分いったらエンディングこれ達也の代わりに読んで、あ、いいっすよ。私そのまま提供役ね。はい。エンディングの曲も適当に。じゃあ BGM 薄く流れるように。あ、ありがとうございます。そのまま流してからいきましょう。はい。はい。キャンさんの質問が来てるよ。でも本当だ。いっちゃうから。キャンちゃん、キャンちゃんって。キャンちゃんの質問が。キャンちゃんいっちゃうから。あの戻ってきたらまた。はい。FM ギノワンよりドラゴンアイズ生放送でお送りしております。今日のテーマは、恋バナということで、はい、どんどんメッセージをお届けしていきたいと思います。はい、まずは大塚健二さんからです、はい。キャンさんの初デートはどんな感じでしたか？私は40年前、16歳の頃、映画館に行きましたね。前日に映画館までシミュレーション、駅まで映画館、どこで交換してみたいなことしたかなーと来てます。すごい！下見っていうかこのちゃんと偵察じゃなくてちゃんとシミュレーションね。そうそう、シミュレーションをしてたというこれ素敵です。私こういう男の人かっこいいなって思う。確かにちゃんとさ段取り踏んでるのは、うん、いいですね。行き当たりばったりでされるとなんかこの人頼りないってなっちゃうから、これ大事ですね、男性諸君。さあ、そして浜崎かゆみさんからです。はい。かゆの恋バナ。かゆは2回結婚したけど、2回目は蚊と結婚したけど、私の血を吸うから、かゆすぎて離婚しちゃった。かゆです。かゆさん。蚊と結婚できるの？すごいね。私の血を吸うから。かゆすぎて離婚。これいいね。これいいですね。これ使おう。これ使える。ちょっとなんか、ね、罰ついても、うん、かゆくて離婚。そして、シュプリムさんからです、はい。ユンケルって R40 じゃないの？そして、鼻血が出て、もうかゆーって言ったのって。あ、私のデートの話ですね。そう、わかんない。ユンケル。40歳からじゃないのって。あ、ユンケル、そう、そうなの？ちょっと飛ばしちゃったんだよ、高校生だけど、緊張してデート前にユンケル飲んだら鼻血出たんですよね。まあ、ね、はい。はい。さあ、そして、アツオさんから、お、恋バナですの？決断すると、恋よりしっかりしないといけないと、身が引き締まる思い、なんだかんだ内地から移住されることもすごい話。移住させることもね。あ、させることもね。はい、恋バナ、そうか、恋よりしっかり しないといけないっていうのが、うん、今は強いということですね。なるほどね。もう、結婚考えてるのかな、そうやってる。そう思ってるってことは、え、結婚されてるんじゃなかった？敦夫さんって。わかんない。そうだっけ？そうだった。内地から移住させることっていうことは、まあそう、恋ってよりも今はもうしっかりしたいっていうことでいいのかな。そうですね、はい、多分。そしてマイから来てます。おならの効果音やばいじゃん。そんなマイが好きな、これ一発いっちゃうよ。うっさ、やばー。最後のとどめがもう。おー、これやばいね。パラフレーズさ、くっさーって。ニーナちゃん自前のプーオンやろ。バレーた大変大変。大変大変。やばいです。もう多分来週、タッチャーさんに怒られるはず。そうですね。ということで、まあ、最後ラストスパートいきます。はい。もう時間も時間ですね。浜崎かゆみさんからです。かゆの恋バナでドラゴンアイズ賞いただいたよ。かゆでーす。まだそうかもしれない。確かに、ドラゴンアイズ賞ね、うん。はい。あ、今日のドラゴンアイズ、そろそろ行きますか？そうで、もう発表しましょう。はい。今週のドラゴンダイバーワードは、シュプリームさん。嫁は山に芝刈りに行ったままだけど、自分は、渋谷で親父狩りに会いました。決定でーす。おめでとう。はーい、気をつけてね。と
でもないですね。とんでもないですよ。はい、じゃちょっと。はい、今日たくさんのメッセージありがとうございました。もうね、時間に。時間になっちゃったね。はい。エンディングの時間がやってきました。最後までお付き合いありがとうございます。またこの時間、来週この時間にお会いしましょう。はい。今日大丈夫ですか？待って、今日のお相手は、レイナと、ニーナと、MC キャン、あ、ミキサーの、キャンでした。みんなやばい。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球四合伝説の有限会社下地の提供でお送りいたしました。じゃあ最後に、小さな南の島から始まる、はい、声を通して繋がる世界、みんなで、せーの、合言葉は、ドラゴンアイ！また来週！バイバイ！マイクあげます。あ、ドラゴン、アイズショー。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました、本当に。